シャャロムダジャハオチョイミダ天国家ウジンでございます今日は何をやるかと言いますと印帝のつけ方ですね印帝じゃんとあの書道なんかに使うねあの主肉でございますよあの油で練って、えー、ドロドロしたやつねこれは使いにくいよね、えー、なれやってもやってもうまくつかないという人は結構いますで今日のポイントは印帝をどうやって印材につけるかハンコにつけるかというところを特化していきたいと思うこれにはねポイントが3つあります3つあるのでこ この3つを押さえれば大体まあうまく押せるんではないかとあううまく押せるってうよりも印帝が均等にこうはんにねイン,インについていくということまずイン面に印帝が綺麗につかないとどんなに押すテクニックがあったとしてもそれはつきませんのでね半分しかついてなかったとか言ってどんなにテクニシャンでも半分印帝ついてなければ押せないんですよだから要は第1段階ーまあ印帝を練るというところが第1段階かもしれない第2段階としては印帝をどうやって えー、印材にハンコにつけていくかという、えー、そのポイントをね3つ紹介しますこれをしっかり押さえればね、えー、かなり押すのが上手になるんではないかと思います基本的なところをやりますということで印、えー、インデーの付け方どうぞご覧くださいブワ 印ーの押し方なんだけれども、あのー、ポイントとしてはねもう無数にあるわけよそのトータル的なところで言うとねもう数限りなくいろんなコツがあるのねで今日はね、えー、どこに特化するかというと印ーの付け方というところに特化したいと思うのこの印ーの付け方ねえー、であのー 押し方とかさそ,のそういうところも含めていっちゃうとね、まあ、長い長い動画になっちゃうんでまたそれはそれで別個で撮ろうと思うのねで非常に多いところ、うんまあ、今回はあのー、そのポイントをね3つ3つとりあえず絞ってここを押さえればつけ方としては完璧あとは押し方がうまくいかないということになるのねでつけ方なんだけれどもおよく、あのー、お客さんにねこうじゃあ印税で僕が試しでこうしてさそれをさ試してやってみてくださいっていうとどうやるかっていうとねこうやっちゃうね。よ。 嘘でしょって思うかもしれないけど、これが多いの。何が、何かっていうと、ここのね、陰霊、陰霊を手に持たないで、机の上に置いたままこうやろうとするこれ陰霊粘るから、このままやると全部くっついてきちゃうわけよ、こうやって。ね。で、これはね、必ず左手、右利きの人は左手で、左利きの人は右手で持ってくださいね。必ずこっちの手で持ってからこう。 当てていくでインデ泥のつける基本はギュッと押し込んじゃダメね軽くこう叩くのね軽く叩くうん軽く叩きますだからまずは必ず手に持つであと箱があるでしょイン隠クがこういう風にあってイン隠クがあってこう開けた時に印デ泥が入ってるんだけれどもこの状況でね、えー、よくあるのはこ,このまんま。 こうやってこのまま開けて、えー、このままあつけようとするわけでうまくつかないからこう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 押さえながらねこういうふうにやってこうするとね半分ぐらいつきませんなので必ずこれは箱から出して、えー、手で持って、えー、つけるという感じだよね、うん、はいそんな感じね第1ポイント目は必ず手で左手で持つということね、えー、次のポイントなんだけれども 次のポイントまんべんなくなななんんんんんですよままべべくなくってこれ当たり前だろうと思うんだけれどもこれね、あのー、人の癖としてねどうしてもこうつけた時にね、あのー、こっちか左側しかついてないとか右側しかついてないあとはねこのつけた時を見ないんですよこうつけたらね必ずどこら辺がついてるかなっていうことを見てどこが薄いかなってこう見るとさ分かるかな今ついたところがね、うん、この上の方の部分はついてないわけですしこっちの部分が異様に濃い。えー、この状況である ともうこれはね、えー、半分ぐらい薄くつきますなので、えー、つける時はまんべんなくまんべんなくつけたなと思っても必ずこうつけたと思ったら必ず確認ほらねら確認するとこっちの方はついてないんですよ、うん、こっちの方はついてなくて、えー、こっちの反対側しかついてないだからこれついて薄いなと思ったらそっちの方に今度は足してあげるということね、えー、第2ポイント目は何かというとまんべんなくつけるまんべんなくつけたと思っても必ずこれは あつけた確認をしていくということですねはいそういう感じで第3のポイントはですねこれはねスナップの聞かせ方なんですよスナップの聞かせ方みんなね、えー、つけてからううううう ベタってこうベタってこうわかるベタってこう引っ張られてくる感じあの最初に特にこれ開けたての印ーなんだけれどもそうするとさどうしてもこうつけた時にねここぐらいにつけてからこうお餅つきみたいになんかねこうこっちに引っ張られる感じ粘ってこう。 ここになんか鳥持ちがくっついてこうこういう感じグってこうついてからグってこうなってしまうとねあのダマになったりねうまくつかなかったりつきすぎちゃったりするわけこのねスナップの効かせ方今回のやつでこれが一番難しいかもしれないこれ何遍言ってもなかなかできないからこうね怖いからあううううウてなってしまうんだけれどもこれをね分かるこの,この付け方すると全くほら ここの断面、印尉の,の面を見てね、今までこういうふうにやると、ほら、こう来て、ここのところが盛り上がってくるの分かるこう来てから、盛り上がっちゃうでしょこうつけると。この盛り上がりをつけないように、<laughs> 盛り上がりをつけないように、えー、スナップを利かして、触ったか触らないかのうちで、わ分かるこれ、ゆっくりやったとしてもついてこないですよ、僕がやると。ほら、分かるかなもう一回いくよ。 でこ,んな感じこんな感じにやると均一に綺麗にこうついていく感じになるのねもうこれが難しいからちょっとこの動画いっぱい見て、えー、この何て言うかね、えー、そのスナップの具合を見てねスナップ具合をタン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 ,タンちょっと早いよね、えー、そうしてもう僕なんかの感覚だともうこうまんべんなくいったらもうこれでまんべんなくついてるっていうのがわかるわけです、えー、だけれどもわかんないのね必ず後で確認ねもう一回いくよこれは本当に大切だから、うん、このスナップ スナップの効かせ方スナップの効かせ方であのできてるかできてないか分かんない場合はこうついてきた時にこういうふうに分かるこういうふうにこういうふうに印帝がこのおおこういうふうに盛り上がってついてきてしまうとこの時にはまだスナップが足りてないよっていうことなので手が緊張するから手が硬くてううううってこう,うついてしまう感じになるのでこれはよく見てねもう一回いくよ この、お,お、ついてこないのわかるほら。だん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 小気味よく。それで、ぐっと入れない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 。はい、ぴったりいきます。これで押すと綺麗に押せる。ちょっと押してみようか。こんな感じでね、えー、綺麗に押せます。 これはね印帝がいい状態の時に限ってね、まあ、あの別の動画でも上げてるんだけどもこの印帝では絶対使えないよっていう印帝が結構あるんです、えー、その動画を見ていただくとねモソモソしたりもっと水飴みたいにくっついてしまったりっていうところがあるのねだからそういうところは印帝、あのー、のせいということもあるのでそこら辺の見極めはねちょっとね難しいかもしれないけど印帝のせいの場合もあるでもう一つねこうスナップやってこの印面ンンがさ こう 僕の場合はねもうあんまり練らないわけですよ練らなくてもこうケバケバしてるところケバケバしてるところに行くとこうつっついてくっついてきやすいわかるかなここのところがちょっとケバケバしてこっちの方がちょっととろんとした滑らかな感じになってるのねでこのケバケバしたところでやるとこうついてきやすいまあ慣れてきちゃえばこれ僕の場合はねこのケバケバのをこうならしながら平らにこう持っていくという感じなのでそうするとここら辺もとろんとした感じになってくるんだけれどもこれができない場合は 一回練っちゃうといいね、えー、練っちゃってからやった方がいいんだけれども、えーとね、練り方ね練り方はまあ一番最初僕が初めてあげた動画がイ印ーの練り方なんだけれどもさこう練るじゃないこれもねキーサイさんに作ってもらったで <laughs> そうキーサイさんすごいよなこうでしょこうこう練っていくでしょ練ってきてトロントロにしてあげるわけですよ あんまり練っちゃうとこの練り棒についてなくなっちゃうのがもったいないからね本当あんまり練りたくないんだけれどもこうあのどうしてもケバ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 しちゃって特にあの開けたてのやつはねこういうトロンとした状況にしておけばどこ叩いてもこれスナップさえうまく効かせればねほらわかるほらほら見ててねこういう スナップねうん、トロンとした状態でこうついてこないように <laughs> ちょっと今練ったからあれだなあの粘り気がちょっと強くなっんたけどわかるうん、トロンとしたところを狙って持っていく、うん、でこのケバケバしたところをこうついていっちゃうとこうくっついてほらこうくっついてきやすいでくっついじゃあもうちょっとコツいようかこれ上級上級テクニックいくよここねケバケバしたところを鳴らす方法としては、うん、この斜めにこう入れ斜めに入れてこう斜めに入れてこう 斜めに入れてこうちょっと難しいよこうなんかケバケバしたところを平らにならしないなと思ったらこうわかるほらケバケバしたのが消えてきたでしょ斜めに入れてスナップを効かしてポンポンとこっちに弾かせるこう,こうでこの表面をこう整えてってあげるこうやってね <laughs> ちょっとうまくいかないけどそれでこの あの綺麗になったところでこうスナップを効かしてこうついていくという感じでございます。まあちょっとね、えー、この動画だと分かりにくいかもしれないし慣れっていうのが必要だからもう何回も何回もやっていく。でこの今回の3つのポイントは必ず手で持つ左手で持つこの隠語をねこう持って、えー、やる。 いうこと第2個目は何、えー、だっけ第2個目はまんべんなくつけるま、うんべんなくつけるっていうのはこうつけた後につけたつもりでもこうつ見るとねういあのついてないところがありますんで必ずこうつけたらあ見るということね、えー、第3番目はこのスナップですこのスナップの効かす方がほぼ全て、えー、この印ーのつけ方の何ていうかなあよしあしをこう。 決めていくという感じになるので、もうこれは何遍も何遍も、だからね、あの一番いいのはね、もうしょっちゅうしょっちゅう押しちゃうこと、うん、あのー、よく本番だけね。<coughs> 押そうと思うとと思ね緊張すするんですよだけど「あのイン」っていうのはあのいい作品にだけ押すものだっていうところのさあ考えを持ってる人が結構いるんだけれどもそうじゃなくて失敗したやつにこそいっぱい押してった方がいい。だって失敗したやつにこう押していけばさあのー、それは失敗してもいいわけじゃん失敗した作品にバン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 押してっちゃってもそうしたら慣れていくから。で本番の時に多少でもこの慣れというものが必要だよね。えー、僕なんんかももうねねねやっっぱり、ね、あのー、お客さんが、ね、書いた作品にちょっと押してください と言われてやっぱり緊張する、うんあのうで、もう特に慣れてない人、僕なんかこんだけ押してても緊張するんだから、慣れてない人がやったらさらに緊張するのはわかるんですよ。なので、もうやっぱりねバカズを踏むということです。もう何遍も何遍もこう叩いて感覚をつかんでしまえばもうね、えー、もう百発百中でこう行くようになりますんで。<laughs> こうしたらあまあ要はさあのー、線が多少出ててもう潰れたりずれなければいいわけですよだから半分だけね、えー、つかなかったりすると困っちゃうのでえー 満遍なくくスナップをかしてて、えー、押していくといとう感じですねであと何を敷くかとかあとはどういう力の加え方かというところはねまたこれは別個で印、えー、ーのつけか使い方はねもう細かく細かくやっていった方がいいかもしれないこれはあのー、作品に押すというね重大なところでのことなので、えー、総合的にいろんなのをね僕の上げてる印ーの使い方の動画を総合的に見ながらね、えー、自分のやりやすい方法を判断していって頂ければと思います。 とということで、えー、今日はインデーの付け方、うん、付け方というところに特化して、えー、やっていきましたではまた次の動画で会いましょうさいちゃんバイバイ